関淳子は、関西テレビコンテンツデザイン局アナウンス部所属の、アナウンサー。現世、非公表大阪府豊中市出身。大阪府立豊中高等学校を経て、大阪大学人間科学部卒業後の1988年4月、関西テレビに入社。2021年現在、関西テレビの女性アナウンサーで一番勤続年数が、長く、 かつ唯一の昭和秋の入社である。入社試験では、桑原翔平が面接官。その桑原らの前で、阪急百貨店のエレベーターガールのモノマネを披露した。天然ボケの一面があることを、自分の子供や見直し市長の喰らった鉄郎から指摘されている。アタック600のお天気を担当していた時には、女心と秋の空の話題で、私は、 一途に思っている人がいますと本番中に発言して、彼氏がいることを示唆し、当時キャスターだった山本博之や梅田敦氏が行転した。テレビラジオテレビ、関西テレビ放送アナプロフィール美能市長、倉田哲郎ブログ2009年11月30日、その間、1995年に長男を2000年に長女を出産し、 それぞれ一年間の出産育児休暇で一時交番。みんなのふるさと分かち合う思い。造幣局の桜の通り抜けから、YouTube みんなのふるさと会の桜も満開。今が美味しいナルトの対 YouTube。関西テレビではこのコーナーは放送されていない。ナレーションも兼務。ありがとうございます。